寝る。お、何でしょうか。な、もうすじゃ、もうすぐたす。まあ、ただの寝言だったみたいです。はい、というわけで1日が経ちました。うん、なんだ、あ、なんかくれた。不思議ですね。じゃあとりあえず、農作業していきましょう。はい、完了です。そしたらじゃあ挨拶するか。そっちか。依頼箱はこまめに覗くのじゃぞ。うむ、そっちか。いろいろと話したいことはあるが、それはまた機会な。長く話しとると誰かに見つかってしまうからの。はい、じゃあ依頼しようか。木材を作ってみよう。お、うん、どうやら町ぐるみでお前を一人前に育てようって魂胆か。何何、今回は木材の切り方を覚えてもらいます。木材は大きな家具や部屋を増築するときに必要です。今回はその木材の切り方を覚えてください。だとさ、しかし手紙まで硬いやつだな。これフォルテからの贈り物だ。ということで、この斧を使うことで、まあ、木材とか木の枝とかを叩いて、なんだっけ、木材を作ることができますと。いくつか木材を作ってみてください。畑に枝や切り株がなくても日にちが経てば生えてきます。はい、じゃあ早速装備して、じゃあちょっと邪魔だった切り株とかをどんどん叩いていきましょうか。で、まあ最初ボロなんでちょっと遅いっすね。でもこれ後々ランクを上げることができると思うんで、そうすれば多少は作業が楽になるはずです。じゃあちょっとこの壊れた切り株だけ叩き壊しちゃいましょう。で、切り株が確かね9本分ぐらい作れるんですけど、ちょっと今 RP があまりにも足りないので、ちょっとこのままにしときます。木材はたくさん必要になります。どこかに貯めておかないといけません。そこで使うのがこちらです。ああ、木材入れね。木材を持ち上げて渡せば貯めることができます。だとさ、他にも石材というものが貯められるらしいが、まあそいつは次回に回そう。おっと、そうだ、少しは依頼に慣れてきただろう。明日から1日に2回まで依頼を出してやるよ。それじゃあお疲れさん、また明日一緒に新しい依頼をやろうな。やった。でここに、まあさっき作った木材、これですね、これをまあぶち込んでやれば、まあ貯めとくことができますね。じゃあこれ持ち上げて、まあこいつはそうだな、もういつも僕はこの辺に置いてます。もう一個依頼できるかな。ああ、多分無理っぽいな。次は出荷してみよう。あ、またしたら、ね、よし。そしたら鈴木食べちゃおうか。やった、どうしよう。ほんで、なんかできることはあるかい。収納箱、あー木材20個、作ろう、できるな。じゃあ開発しちゃおうか。オーダー。うわー、どうしよう。よし、おはようございます。ありがとうございます。せい、じゃあちょっと RP 回復できたんで、じゃあこの切り株も叩き壊してしまいましょうか。せい、たよたえはい、せい、あおはようございます。2000ゴールドぐらいだ。
よし、じゃあゴールドも溜まったので、材料とか、材料じゃないや。おはようございます。はい。まあ家具解体ですね。すごいですね。そうでした。なんだろう。でこのアーサーさんがこの部屋にいる時だけ、まあこのシステムを使うことができますと。まあ多分そんな使う機会はないですね。だから農作業ガチ勢向けですね、このシステムは。でも僕の場合はまあ探索がメインになるので、多分そんなに使わないかもしれない。さあさて、はい、ありがとうございます。と、素晴らしい。おはようございます。いらっしゃい。なんか増えてないかな。あー、特になし。どう？お、あの子は。おはよう。よろしく。この人はトゥーナさんです。これはこの方はいわゆる前作にあたるルーンファクトリー3に登場したヒロイン候補です。でまあネタバレになるんであんまり言えないんですけど、まあ割と重要なキャラクターの位置のにいる人ですね。不思議ですね。まあ詳しくはまあDS 買って3をやってみてください。おはようございます。おはよう。いらっしゃいませ。なんか買えるかね。あー、ハンマー買えるな。買ってもいいんだが、多分依頼でくれるからな。また来てくれよな。いい天気だね。あ、来た。いらっしゃいませ。じゃあじゃあレシピパンでも買おうか。でこのレシピパンは食べるとまあ料理のレシピを覚えられるっていうやつです。あ、でも家具とかほとんどないからな。じゃあどうしよう。ミキサーか包丁だな。いや、また今度にするか。またどうぞ。それよか、欲しいのがあった。そういえば薬学代が欲しいな。こんにちは。どうしました？買えるかな。1000ゴールド木材。あー、石材がいるか。じゃあこれ明日だな。どうぞお大事に。じゃあこれちょっとこれは保留します。こんにちは。保留にして、こんにちは。どうかな。これゲームじゃねえや。男女いけるかな。ちょっと預けられるもの預けて。アウト。そこだ。うん、だよね。まだいけないよな。じゃあちょっともう一回アンブロシアを。アンブロシアだったっけ、あのボス。ちょっと倒しましょう。あー、当てた。名前違ったらどうしようかと思ったけど。おぶね。あー、やべ、やばいっす。眠るとね、眠ると何もできないからね。危なかった。お、イバラが取れた。イバラをわ、これ結構序盤にしては高めに売れるな。じゃあちょっと出荷箱に放り込んでおきましょう。レシピパンもまあ出荷しとくか。
そうしよう。じゃあちょっと多分やることなさそうなんで、農作業なりいろいろやります。じゃあそれまでカット。おはようございます。はい、というわけでまあいろいろ探索しました。探索というかまあほぼふわげを作りまくってましたけど、というわけで今カレンダーが、5日ですね。お、ちょうどあれですね、株ができてますね。あれ、あった、とりあえず組んで、よかった。花とかまだできてない作物に水を与え、じゃあ収穫しましょう。うわ、でこのやった、この光ったりしてるやつとか、今生き物みたいなのがいたと思うんですけど、これがまあいわゆるルーンっていうやつで、拾うとあの RP が回復したり、なんかスキルが上がったりとか、いいことずくめなので、特に縛りとかなければ拾っておきましょう。
カブは、まあ料理しちゃおうか。ちょっと回復しても意味がないので、作りまくりましょう。じゃあちょっと7個作ったりましょうか。よし。で、1個食べちゃう。できた。で、この食べるにもスキルがあるので、惜しまずにできた。どんどんやった。取っていけばいいんじゃないかなと思います。よかった。お、回復した。じゃあもう一回料理しよう。あ、空きがないか。10個。OK。うわぁ。で、まあ料理は割とやる機会多いと思うんで、まあ、暇があればどんどんスキル上げしていった方がいいかなと思います。じゃあ、こんなに。続きはいらないので預けちゃいましょう。預けるというか売っちゃいましょう。そしてで、まあ、作れるだけ作って、まあこうするだけでもどんどん上がっていくので。できた。よし。もう一回ぶち込んでいき、のもうワンローテーションできるな。いけるか。 OK。 できた。よし。じゃあこれで多分ちょっとした料理ならまあ簡単に作れるようになったはずなので、これどんぐらいいけるか。2733。いいじゃん。これなら多分ある程度高くても買えるな。おはようございます。せや。で、明日が料理大会らしいんですが、まあ今の時点では多分勝てないんで、まあそんな気にしなくてもいいかなって思います。優しいあいつのことだ。依頼を通して出荷を覚えてほしいんだろう。何お願いしますね。今回は出荷をお願いしたいと思います。まず畑にある出荷箱に株を入れてください。そうすれば翌日の朝にはまとめて出荷され、お金が手に入ります。というわけで、まずは出荷箱に株を入れましょう。だとさ、出荷箱を株に入れたら方向に戻ってくるんだぞ。道のあるから株が届いてるぞ。間違ってなくしたりしたら自分で育てるんだぞ。そんじゃ出荷してこい。あ、やべ。あ、まあ別にやばい。おはようございます。おはようございます。どうも。ああ、レッソ君、皆さんお揃いでどうしたんですか。セルザウィード様にお願いをしに来てるんだよ。なんと、巷で噂の呪いの声の真実を確かめるためさ。やめてよブロッサムさん。呪い何ですか。夜な夜な不気味な声を聞いたって噂があるんです。あ、レッソ君は何か思い当たる節があるようです。それってセルザの寝言じゃない。セルザの遠吠えじゃない。遠吠え、遠吠えの意味分かっとるか。めっちゃ怒ってる。いや、今のはそうじゃなくて寝言じゃない。そう、セルザの遠吠えとか。あ、結局両方とも言うんだ。もう完全ブチ切れですね。どうだい、声を聞いたりしてないかい。そういえばそれ、皆さんはどうしてここに。これも噂なのですが、声のする場所を調べた方がいるようなのです。南東にある遺跡から聞こえてきたって話なんだよ。そこはモンスターだらけで人がいるようなとこじゃないんだけど、おかしな話だね。これはいよいよ呪いかもしれないよ。おろさまさん、今のところ町に被害があるわけではありませんが、変に話が広まって旅人などが来なくなってはいけませんから、セルザウィード様に相談しに来たんです。何でもかんでも頼りにするのはどうかとは思うけどね。マーガレットがどうしてもっていうもんだから。そんなこと言ってない。めちゃ震えてるんだ。呪いの声か。我に心当たりがある。この一件は我に任せるがよい。本当ですか。これで安心して寝れる。 やっぱり怖がってたんじゃないかい。そんなことないです。ありがとうございます。うん。ということは何の声なの。セルそうだ。おお、ぶち切れですね。なんじゃそちは。わらわに恨みでもあるのか。どうしたのさ。
誰の遠吠えじゃって？犬か狼か。わらわの目を見てもう一度言うてみ、聞いてたのに。まったく。皆の前まで呼び捨てにまでしようって。本当に反省してるのか。本当に本当か。よし。じゃあ水の遺跡の様子を見に来てくれるか。あれ、何をしとるのじゃ。まあやっぱり、しわ寄せがこっちに来るっていう感じですね。というわけで、まあ第二ダンジョンの水の遺跡に向かうっていう感じになりますかな。なんじゃと。はあ、再生を司る地の神、地源流プロテグリード、破壊を司る火の神、火源流フレクザウィード、これフレクザイードって呼べばいいのかな。変化を司る水の神、水源流アクナビート、そして最後にわらわ、永遠を司る風の神、風源流セルザウィード、まあ、このシリーズやったことある人ならまあ察しはつくんですけど、まあ今のはあれですね、ワン、ルーンファクトリー1、2、3、4の、まあいわゆる、まあセルザウィードはちょっと違うんですけど、1、2、3までの、まあいわゆるラスボスにあたる、ドラゴンの名前ですね。でぶっちゃけセルザはなんか戦うとかでは多分ないのかな、ちょっとわかんないです。もしかしたら戦うかもしれないけど。よし、うむ。でもそんなストーリーだったな。一応最後の方まで行ったんですけど、なんかそんな様子ではなかったぽいんですよね。わからない、もしかしたらエンドコンテンツとして戦うかもしれない。そうじゃ、ちょっと断言はできないです。セルザのもの、装備すればモンスターの攻撃から措置を守ってくれるじゃろう。そんな効果がない、すごい効果があるわけじゃないが役には立つじゃろう。持ってるだけでは効果を発揮せんからな、しっかりと装備するなじゃぞ。まあこのセルザのお守りは、まあ、まあ理由がなければつけときましょう。うん、まあそれが大事かなと思います。依頼やってないな、そういう。すごいですね。お疲れ様です。うまくできましたね。そうそう、雑貨屋さんにお願いして種の品揃えを増やしてもらいました。雑貨屋さんでいろいろな種を買って、そして育ててたくさん出荷してくださいね。だとさ、今回はここまで実証。また一緒に依頼をやろうな。増えるかな。アイテムを渡してみよう。株を届ける。株をください、お願いします。クローリカが株を欲しがってるんだな。それじゃあ今回は私がアイテムの渡し方を教えるぞ。はい。まあ知ってるけど、まあ渡したいアイテムを持ち上げるんだ。そして、渡したい相手の近くでボタンを押す。そうすればアイテムを渡すことができるぞ。今回は特別に株を用意してやった。もし間違ってなくしたりしたら自分で育てろ。そんじゃクローリカに渡してこい。じゃあとりあえずクローリカさんを探しに行きましょう。多分いるな。よし、挨拶しつつ。明日は祭りですぞ。明日は祭りですぞ。一応優勝候補聞いとこう。頑張るぞ。プレッシャーですね。とりあえず株を渡して。ありがとうございます。ボロの鎌を差し上げます。作物を刈ると高レベルの種が手に入るんですよ。素早く雑草を刈ることもできます。畑の掃除に便利ですね。依頼者？あの依頼箱。ちょっと口は悪いけどいろいろと教えてくれるんだ。へそくん、依頼箱に名前をつけてるんですね。お人形さん遊びみたいなものですか。まあいわゆる、まあリスト君だけにしか、まあこの依頼箱は喋ってるように
は聞こえないらしいです。おそらくご飯を買おう。これは明日だな。ご飯はもう買ったんだけどね。どうしようかな。探索はしたいんだけど RP が足りない。やった、できたら回復をしたいな。おはよう、なんじゃ。どうしよう、行く前に一回、閉めようかな。よし、じゃあ一回ちょっとセーブして、ここで一旦キリをつけましょう。では一旦お疲れ様です。